マクレナン軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部エドワーズ高原に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は23万4906人であり、2000年の21万3517人から10.0%増加した。軍庁所在地はイコ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。マクレナンは1850年に設立され、 軍名は初期開拓者のニール・マクレナンにちなんで名付けられた。マクレナン軍はその全体でウェーコ大都市圏を構成している。1850年、テキサス州議会がミラム軍の一部からマクレナン軍を設立した。軍庁所在地のウェーコは当初テキサスレンジャーの前進基地として設立され、ジョージ・イーラスが区画を設定し、1850年には ウェーコビレッジと呼ばれていた。地元の伝承では最初の持続的な飛行はライト兄弟のノースカロライナ州キティホークではなくマクレナン軍内の小さな町であるトキオ郊外だった。ある男がジャイロコプターで飛んだ。第一次世界大戦中、軍内には立地飛行場という軍隊の基地があった。戦後、 人種問題が軍民の生活を脅かし、ウェーコシとロリーナしで、各一度、クークラックスクランが行進して、多くの黒人市民をリン地にした。ウェーコシ政委員会とマクレ南軍軍政委員会で、討議されたリン地決議には、そのような背景があった。第二次世界大戦が始まると、立地飛行場が再開された。1886年、インデペンデンス市にあった、ベーラー大学が、 ェイコ市に移転し、ェイコ大学を吸収した。20世紀初期、軍内には5つものカレッジがあった。ベーラー大学以外には、現在テキサスクリスチャン大学と呼ばれているものの、前身、ポールクインカレッジ、さらに2つの短米に終わったカレッジだった。1960年代、テキサス州議会が、最初のコミュニティカレッジである、マクレナンコミュニティカレッジを設立した。 これと同じ時期に、テキサス州立高科カレッジの機関校として、ジェームズ・コナリー高科大学が設立され、テキサス A&M 大学システムの一員となった。現在では、軍内に、ベーラー大学、マクレナンコミュニティカレッジ及び、テキサス州立高科カレッジが残っており、軍内や周辺地域の高校卒業生の大部分を、受け入れている。マクレナン郡の上越の北約十五マイルに、 短命だったがクラッシュという街があった。ウィリアム・ジョージ・クラッシュとミズーリー・カンザス・テキサス鉄道による宣伝行為を行うための街だった。見せ物の一つは重量35トンの蒸気機関車同士を衝突させることであり、これを見るために一人2ドルを払った観客を鉄道で運んだ。大々的な宣伝が行われた後の百九十六年九月十五日。 警官が4万人以上の観客を安全と思われる位置に誘導するために実行が数時間遅れた。機関車2両の乗員はスロットルを開けたまま固定してから飛び降りた。機関車には枕木を積んだ貨車が連結され4マイルを走った後で大音響と共に衝突した。双方の速度を合わせれば時速120マイルになった。ボイラーが爆発し群衆に向かって 上記と破片を飛ばした。三人が死亡し、六人が負傷した。写真家のジャービス・ジョーディーンは飛んできたボルトで失明した。ラグタイムの作曲家、スコット・ジョプリンはこの事件のことをザグレート・クラッシュ・コリジョン・マーチに収めた。ジョプリンはこの曲をミズーリー・カンザス・テキサス鉄道に捧げた。作曲家で歌手のブライアン・バーンズが2001年に作った ザクラッシュアットクラッシュでこの事件のことを歌った。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1060平方マイルであり、このうち陸地1042平方マイル、水域は18平方マイルで、水域率は1.73%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。一部が、ホールズ軍内大半は、 フォールズ軍内一部がコリエル軍内。大半は、ボスキー軍内マクレナン軍の公共教育は、下記の独立教育学区が管轄している。ありがとうございます。